これ見て燃やさないでくださいね皆さんは作る人たちじゃないから新宿のジャンキースペシャルさんに来てるんですが、すごいことやってるっつんでやってまいりました。案内していただく方紹介しましょう。バズ・リクソンズですよ。あのバズ・リクソンズのブランドディレクター亀谷さんです。亀谷です、よろしくお願いします。ここジャンキースペシャル2階でレザーフライトミュージアムが開設されてるんです。ヴィンテージがすっげー積もってるんですよ。これあれですね、バズ・リクソンズの A2 が誕生するのは研究から成り立ってるんだよっていうのを、そうですね、世にアピールしてるわけですね。そうですなんでちょっとですね、亀谷さんに、まあ、レーザーフライトジャケット基本の木から超マニアックな話まで今回は伺えたらと思っております。早速ですが、A2 ですね。はい、ヴィンテージの A2 だとデボーとかラフウェアとか有名ですよね。はい、有名ですね。つまりコントラクターと言えばいいですか。はい、コントラクター、コントラクター、これすごいマニアックな、ちょっと亀谷さん、コントラクターとは何ですか。あの軍納入業者、要はメーカーですね。その A2 を手掛けてきたメーカー、はい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 、の社名ですね。まあ A2 ってこの形じゃないですか。はい、亀谷さんのこの形ですよね。はい、これ A2、まあ、これもそうです。軍で定められた A2 の形をコントラクターが作ってたっていうことですよね。そうです。その中の代表的なのがこれ。そうですね、ラフウェア社。はいはいはい。何が特徴なんですか。まず一番の特徴はこの大襟付き、まあ、シャツのような一つのパーツがシャツの襟のようになってるっていうところですね、はい、特徴。飛行機の絵が描いてますね。はいはい、あの自分の搭乗する飛行機を多分描いてる、描いてるんです。えらい、素人が描くにしてはうまいですね。あの兵士の中でやっぱり絵心ある人が何人かいて、自分の飛行機をメンテナンスしてる合間に休暇の時にこう描いてもらったりとか、その絵図を預けて。でもよく残ってるもんですね。1943年ですよ、はい、第二次世界大戦ももう後半に差し掛かろうという時にものが、うんはい、こんな状態で残ってるっていうのは、そうですね、どうやって手に入れるんですか。まあ昔はアメリカもしくは国内、まあヴィンテージマーケットも盛り上がってる頃がありましたので、国内外問わずいろんなところで結構長きにわたって集めました。でもこういうのをなめしだったり、はいはいはい、全部調べてるわけですよ、ね、調べました。そこがね、全部亀谷さんがやってるんですよ。それあの皮を燃やしました。え、皮を燃やすってことはどういうことですか。ヴィンテージのから皮を取るんですか。はい、それを燃やしちゃうんですか。あの燃やすと分かるんです、どういう配合のなめしであるか。え、それは今の皮もみんなそういうもんなんですか。はい、今もそうです。燃やすと分かるんですか。燃やすと分かります。何、匂いですか。燃えかすですね。へえ。うちはやっぱり作らないと、作って販売するっていうスタッフ、ね、着ることよりもそうです、作ることが重要ですからね、はい、もうそれはですから惜しげもなくその燃やしてみたり燃やさせていただきます。燃やしてみたり、ハサミで切ってみたりとか、生地の分析、組成を調べたりとか、はいはい、そこからやってますんで。これ見て燃やさないでくださいね皆さんは作る人たちじゃないから着る人たちだから。だってパーツとかも、例えばファスナーとかね、はい、スナップボタンとか、はい、スナップもね、これラフウェアとかこれ、襟用とポケット用で大きさ違うんです。本当だ、はい、この辺りもあのやっぱ現物を持ってないと分かんない、外から見ただけでは分からないんじゃないですか。はいはい、当然リブなんかもそうですよね。はい、そうです。こういうのも、はい、やっぱ当時はこのストレスがかからないようにこのつなぎ目がないんですね。はははははあのワーミンになってる、ね、ワーミンになってるんですね。何ですか。ちょっとじゃあデュボーの方もいいですかね、見せていただいて。今度こっちはですね、さっきのがラフウェア、こちらが J.A. デュボー社。J.A. デュボー社ですね、はい、難しい発音ですねデュボー社。デュボー社、特徴は襟が直にボディにつけられている、はい、そう、身頃に直接こう襟がついているので、さっきのパーツが省略されているタイプですね。はいはいはい、はい、糸の色違いますよね。縫い糸これ違いますね。縫い糸、これ白い糸使ってるんじゃないですか。いや、白ではなくて、あの
これコットン 100% 当時化学繊維はないんで、綿100、そうですよね、綿、はい、100の糸、はい、それが退色していくんですね、色褪せていくんですね、茶色い糸が、はい、退色して薄い明珠というか、はい、オフホワイトに近いのかな、はい、みたいに見えるのはこれ退色なんですね、はい、またこういうコントラストがなんか魅力的だったりするんですよね、これ綺麗ですよね、はいはい、出ますね、出ますね、この人が元々のオーナーさんがどういうのが好きだったかっていうのがすごく分かりやすいですよね、うん、ここはね G1 の、展示してる場所なんですけど、僕も好きなんですよ、来てきましたね、あの今日はなんか G1 着てるとおしゃれな人に見えるっていうんで、あ本当ですか、あのついついヴィンテージがいろいろあるんだったら俺も負けてらんねえぞと思って着てきたんですけど、負けました。 G1 のシリーズって、はい、まあディテール細かくは変わってるんですけど、はい、長いですよね、長いですね、1940年代本当41、2年ぐらいから採用されて、まあ当時は G1 っていう名前ではないんですけど、はいはい、M422 という、はい、ジャケットのタイトルがついてまして、でそこからまあ最終的に G1 っていう風になってくるんですけど、はい、めちゃめちゃ長いですね、ですよね、はい、と海軍に所属する、うん、パイロットですよね、要は海軍の航空隊、航空隊、はい、はい、A2 は陸軍の航空隊、はい、これ全部違う年代ですか、これとこれは 55J14 って言って、あの G1 というタイプ G1 という称号がついた一番最初のモデルですね、はい、スペック 55J14 っていう、で何年ぐらいのものですか、1950年、50年前、はいはい、こっちはその前の前ですか、 ANJ3A という、はいはいはい、一応あのその頭文字が AN というものは、その陸軍のアーミーと、N は海軍のネイビー、このエリウラの両軍目的なので US で割ってるんですね、これがそれで、はい、なんでこれ A2 がこの G1 系と並べたんですか、パッと見 A2 に見えるんですよね、エポレットも通常 G1 ですとエポレットなかったりするんですけど、はい、エポレットがついてて前立ても G1 と違ったこの A2 に似た前立てがついてて、はい、とはいえポケットが G1 で後ろも G1 のようなプリーツ、はい、はこれがもう幻の ANJ3っていう、もうこれ本当にラベルも本当に全部見てもついてないので、うん、ANJ3 ってものであろうというものですね、これ。へえ、はい、でやはりその A2 と違って着やすいんですね、その背中にプリーツが入ってて、そうですよ、ね、裏地の中にこうゴムが入ってんすよ、内蔵されてます、まあうちこう分解してこう生地の色とか再現するのに切っちゃってますけど、はいはいはい、ここにあるのは全部ゴート、全部ゴートですよね、はい、ゴートっていうのは、はい、こうまあ柔らかい着やすいとかっていうのは、はい、この作りも含めてなんですけど、はい、革としてはどうなんですか、はい、柔軟ですよね、うんうんうん、なめしにもよるとは思うんですけど、ええ、その A2 と違って繊維質がこう柔らかいというか、ほう、心揺らぎますね、はい、これは、はい、ありがとうございます。新宿にあるジャンキースペシャル2階の特設会場と言ってるのかな、詳しい、情報は概要欄に書いてありますんでそこを見てください。今度改めて革ジャンの話をですね、はい、こってりさせていただけたらなって思うんですけど、はい、お願いしちゃっていいですか、はい、ちょっと企画しますね、はい、お願いします、うちのモヒカン野郎と一緒に、はいはいはい、よろしくお願いします、お願いします、いやーすごいな、面白いわ